蛍光透視法によって行われたバリウム塩化検査。透視室は X 線撮影検査を行うための部屋。X 線撮影によりリアルタイムに体内の様子を観察できる。主に胃のバリウム検査、大腸の中腸検査を行う目的で利用される。X 線の透視法で患者を医師が体内を参照することで構造と機能、そのポンプ作用、例えば心臓や 塩化の動きを見ることが可能となる。診断と治療の両方に役立つが、一般的な放射線化、画像化治療及び外科学画像誘導手術で発生する。1890年代の実験者が蛍光投資法で手を調べています。ハンドヘルド蛍光スクリーンを使用した胸部蛍光投資法、1909年、X 線の危険性がまだ認識されていないため、 放射線防護は使用されていません。第一次世界大戦中、蛍光投資法を使用して埋め込まれた弾丸を見つける、下下手術、1917年、1940年の胸部蛍光投資法、1950年以前に、靴屋で靴のフィット感をテストするために使用されていた、エイドリアンの靴フィット投資装置。ハイテク販売の仕掛けであるこれらは、 不必要な放射線被曝の懸念から段階的に廃止されました。1950年代の投資長時間露光による蛍光投資法による火けコントロールスペースのある投資室。投資 X 線装置はインプラントの手術中の大きな資産です。ありがとうございます。